おそらく初代のカローラなのかな、カローラオーバーフェンダーからね、渡辺のホイールからね、すごいいい感じだね。当時もの内装っぽいね、内装も結構こうくたびれた感がね、あそうでもないか、思ったよりくたびれてはないな、ピカピカだね、一回フルレッサー状態か。 TRD のロゴにモモのステアリングで、ね、レビンね、おそらく初代かな。なんかヨタハチが来たな、ヨタハチすごいな。ヨタハチどこかの会長様かな、ヨタハチだね、すごいな、どこかな会長クラスの人だな、これぞトヨタの名車だな。これはすげえ、ヨタハチの後ろがローダスのヨーロッパスペシャル。いい音してるね。この時代も空冷なのかな、空冷なのか、あもうちょっとバックした方が、あここだわ、そこです、もうちょいバックだな、すごいいい音してるね。モーリスだな、モーリスのこれはパンプキントラックになるのかな、パンプキントラックの、ちょっと、まあ、結構荷物詰めそうだね、荷物を詰める作業用のバンには持ってこいだね。モーリスだな、イギリス、カローラのレビンだね、多分オレンジ色に全塗装してあるね、オレンジ色に全塗装に、オーバーフェンダーのワイドボディだね。これなんだろうな、独特なホイールだね、ホイールもいい感じだね、4本スポークのレビン、ポルシェかかっこいい、かっこいいポルシェだね、空冷エンジンがカレラ RS って書いてある。お、レカロのバケット入ってるね、レカロバケットに何らかの結構派手なステアリングついてるね、ポルシェカレラ RS、ロータスのヨーロッパスペシャルだね、ロータスのスーパーカーだね、スーパーカーブームの火付け役。エンジン後ろだな、エンジン後ろの2シーター、タイヤサイズはどうなの、195とか入ってるか、まあ、当時はまあこんな感じか、エンジン後ろ、これなんだ、レビンか、レビンかなんかっぽいね、トレンドって書いてある、めちゃめちゃワイドボディだ、ワイドボディにいい具合のホイール入ってる、音もね、音もやばい、トレンドね、多分初代。おお、なんだ、ホンダの N コロでいいのかな、 N3 か、 N コロね、通称 N コロ、 N3 ね、 N3 カスタムね、多分4速のマニュアル、4速か3速かもしれんけどね、アンテナが異様にこう長いのは、これなんだろう、これ当時物のナンバーに、これ N3 の方ね、 N3S、 これなんて書いてあるの、これなんて書いてあるのか、ちょっと、ちょっとわからんけどね、 N3 ね、 N コロレビンだね、そんな大昔のレビンではないけど、 DOHC EFI とレビンね、この角度ならナンバー映らない、ちょっと前のレビン、ドリシャの定番のサンディーのスカイラインだね、サンディーのスカイライン、ワイドボディがっつりローダウンで、鬼キャンだね、鬼キャンで、このホイールもすごいかっこいいね、かっこいい、ね、タイヤサイズ235/40/17ね、めちゃくちゃ引っ張ってはないけどね、まあ、走るにはこれぐらいの引っ張りがいいのかもしれんね、もうボンネットからもうほとんど変わってるね、グリルからバンパーもね変わってて、一回これ全塗もしてやるね、全塗装済みかな、ちょっとこれ紫のようなちょっと紺の感じね、32ね、いい感じだね、30の Z だな、30これちょっとロングノーズの2代目かな、2代目の Z だな、フル公認済みみたいな感じだな、後ろのストラットタワーという、めちゃくちゃワイド、
めちゃめちゃワイド、ワイド感のある30だね。ミニだな、ミニでがっつりロースウンディ、ワイドボディ、内装も本革のシートだね。エンジンも開けてくれてるもんで、ね、まあエンジンも取っとかな。エンジンはこんな感じね。ミニ、ミニクーパーだね。クーパーでもやっぱこれだけいじるとやっぱかっこいいよ、すごい。このミニまたいかついね。ヘッドライトもなんか黄色に変えてある。ワイドボディ、がっつりローダー。これ屋根が黒の、ボディが黄色のツートンで、あとチンスポね。チンスポが抜群にかっこいい。チンスポを撮りたいな。真上から撮れたら大丈夫か。真上から見て、チンスポね。クーパー。トヨタの名車ヨタ8だね。ヨタ8の車体とか赤、まあ、一回多分塗り直してんだろうな。トヨタのエンブレムはこれなんだろうな、尻尾焼きか何かかもしれんね。やばい、アメ車来たな。アメ車のやばいな。スキャットパックだね。ダッジチャレンジャースキャットパック入店。おお、 V8 のヘビーエンジンのいい音してるV8 ヘビーエンジン、これでかすぎて多分駐車場真ん中に置かんと無理だな。駐車場真ん中に置いてください。メシャはちょっとサイズ感違う、やばいな。ヘビサウンド、カローラのワゴンだね、まあ、いつも来てくれてる常連様だね。カローラのワゴンね。トライアームって書いてあるな。トライアーム、これは見たな。これは見たことねえぞ。おアメ車のようなこのなんかエッジのギターテールね、すごいかっこいい。これはやべえぞ、すごい。トライアーム、やばい。トライアーム、これはかっこいい。あれ、スーパーセブンお帰りですね早い早い早い、こう撮影したこともう帰っちゃうからね。ここはここはいつも帰るの早いの、みんな一瞬しかいないから、ね、一瞬だけね、ツーリングのついでにちょこっと来るみたいな。トライアン、左半のこれ、これは見たことないな。これはどこかの会長様かな。多分会長様だよ、どう考えても。これこんなの乗れるの、これはすごいわ。ポルシェだね。レッド、ヘッドライトがこう起きるそういう感じのポルシェかもしれんけどね。ポルシェの何かちょっと出てこんけどね。ポルシェ